い、どうもこんにちは、みぐです。本日は YouTube のあれこれについてお答えしたいと思います。私はもともと YouTube を始める前に、Instagram で結構活動っていうのかな、 Instagram で投稿していたので、フォロワー様から YouTube ってどうですかとか、 YouTube の編集ってどうやるんですか、どういうソフトを使ってますかっていう、DM をちょこちょこいただいていて、Instagram のストーリー機能でも、何か YouTube のことで知りたいことありますかみたいなことをアンケートしたら、いくつかコメントをいただいたので、それにお答えしたいなと思います。で、お答えしたいんですけれども、そのコメントっていうのかな、せっかくくださったコメントがなんか見れなくなってしまったので、ちょっと覚えている範囲で、お答えしたいと思います。今日お話しするのは、私が YouTube を始めた経緯だったりとか、あとは器具とか機材とかソフトとか何使ってますかとか、そういうことも聞かれるので、そういうことについてと、あと皆さんが気になる収入のこと、収入のことは、正確なことは言えないので、まあ、ざっくりとこれぐらい稼げるよっていうのだったりとか、あと収益化するためにはどんなことが必要なのかとか、そういったことについてお答えしていきたいと思います。それでは早速スタート。まずは私が YouTube をなんで始めようかなと思ったかというお話をします。もともとインスタグラムをやっていて、で、まあ、今もやってるんですけれども、インスタグラムである程度フォロワーさんが増えてくると案件が来るんですよね。まあ、皆さんインスタ見てる方はご存知だと思うんですけれども、まあ、スパッツだったりとかコスメだったりとか、まあ、いろんなものの案件が来るんですよ。初めの頃はとてもそれが嬉しくて、まあ、もちろん今でも嬉しいんですけれども、インスタグラムに関しては基本的にその収納のことについて発信しているので、収納に関係のない案件だったりとかモニターはなるべく受けたくないなという気持ちがあって、かといって、まあ、報酬をもらえる案件とかもあるので、自分もやっぱり在宅で稼げることをしたいなっていう気持ちもあったから、すごい葛藤があって、好きなことで収入を得たいっていう気持ちと、あとせっかくフォローしてくださってる方に全然興味のないもの、登録者様が興味がないものを紹介するのもなっていう、すごい葛藤があって、でもともと YouTube はそのなんだろう、収納とか紹介したいなっていう気持ちもあったから、その案件のことで悩んでいたのをきっかけに YouTube を始めることにしました。だから今後は Instagram の方はインテリアとか収納お掃除にまつわることはモニターをさせていただくことはあるかとは思うんですけれども、もう極力なるべく、まあ、なんだろう、美容系だったりとか、そういうよく見る案件は受けたくないなと思っています。あ、でも受けていたらすいません。で、そんな感じのことが YouTube を始めたきっかけになっています。一番よく、いただく質問なんですけれども、 YouTube って、カメラがないとダメなのとか、パソコンソフトでやらないと編集できないのってことをよく聞かれます。もともと私は、カメラも持ってなかったし、まあ、パソコンもあったんですけれども、パソコンめちゃくちゃ初心者、機械音痴で編集なんてもう全く全然できないっていう人間なんですよ。なのでとりあえずは携帯でも、編集アプリがあって、ブロっていうアプリなんですけれども、このお魚のマークのアプリですね、ブロっていうアプリ、このアプリを使って初めは、動画を作っていました。で、カメラはもうスマートフォンで撮っていました。だから本当に YouTube って誰でも始めれるんですよ。スマホ一つあれば編集もできるし、撮影もできるし、まあ、サムネイルなんかも作れます。ただクオリティはやっぱパソコンだったりとか、ちゃんとしたカメラとか使っている方に比べると落ちてしまうんではないかなというふうに思います。今私はカメラとパソコンで編集をしているんですけれども、それも全然高価なカメラではなくて、まあ一番お手頃なカメラ、ソフトも一番使いやすい簡単な初心者が使えるソフトを使っています。でもそれでもハードルが高いなと思う方は、まずは携帯で始めてみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。慣れれば
ちょっとずつステップアップしていけばいいと思います。で、私が使っている、カメラなんですけれども、めちゃくちゃお手頃で多分一番安いんじゃないかなと思うビデオカメラを使用しています。慣れてきたらちょっとずつグレードアップできればいいかなというふうに思います。使っているのはこちらのビデオカメラになります。お値段が確か3万円もしなかったと思います。で、あと使っているソフトなんですけれども、パソコンのフィモーラというソフトを使っています。いろいろインターネットで調べたりとか、知人に聞いたりとすると、フィモーラがとても初心者でも使いやすいよっていうのを聞いて、ソフト確か無制限で1万円ぐらいだったかなのソフトを使っています。はじめはやっぱり初心者なんで全然使い方もわからないし、何か説明書があるわけでもないし、とにかく時間がかかったんですけれども、半年ぐらい、今そのソフトを使ってだいぶ使いこなせるようになりました。そのフィモーラに関しては、フィモーラは YouTube をやっているので、まあ、気になることっていうかわからないことがあったら、フィモーラテロップとかフィモーラ画像の差し込みとか何かそうやってキーワードを入れて大体のことは出てくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとは普通に Google 先生に聞いたりとかすれば機械音痴の方でも使えるんじゃないかなというふうに思います。機械音痴な私でもこうやって YouTube ができているので、もしやりたい方がいたらぜひやってほしいなというふうに思います。まあ、やってほしいっていうか、その主婦でも自分がやりたいことをやれるとか、自分の思っていることを発信できるとか、そういうのってとっても素敵なことだと思うし、確かに、子育て、仕事、家事とかしながら、まあ、撮影したり編集したり動画を出していくのはとても大変なことではあるんですけれども、やっぱり大変っていう気持ち以上に楽しいっていうのがあるから、こうやって半年以上続けてるかな、続けてるし、これからも続けていきたいなというふうに思っています。だからやりたいって思う方がいたら、私もできる限り応援したいなっていうふうに思います。それから収入について、多分これも結構気になる方いるんじゃないかなというふうに思います。知っている方が多いとは思うんですけれども、 YouTube で収益化をするには審査を通さなくてはいけません。その審査を通すには登録者様が1000人以上、それから過去12ヶ月の総再生回数が4000時間以上必要です。その条件を2つ満たすとアドセンスに審査を通すことができます。で、審査が多分1ヶ月からどうだろう、長い方だったら3ヶ月とかかかるのかな、それぐらいで審査の結果が出て、そうすると広告をつけることができます。まあ、動画を見てると広告出てきますよね、初めだったりとか途中だったりとか、そういうので、広告をつけて、それが収入になります。その見ていただいた広告の数によって収入が決められます。 YouTuber の主な収入源は、まあ、その広告でのお金、それからあとは案件、企業様からいただいた案件だったりとか、あとスーパーチャットっていうこのライブをしてお金を投げていただくとか、なんかそういうシステムもあるみたいです。それ私はまだやったことがないです。で、広告をつけてどれぐらい収入になるのかってところもすごい気になると思うんですけれども、1再生で 0.05 円から5円ぐらいだと思います。1つの動画につき、まあ、つけられる広告の数も変わってくるので、1つの動画につきいくらですよっていうのは決まってないです。その人で変わってきます。だから一つの動画でパッと出して何十万とか稼げる方もいるとは思うんですけれども、基本的にはそんなに甘くはないです。質問いただいたことを全てちょっと覚えてなかったので、こんな感じの紹介とかお話になります。何か参考になることがあったら嬉しいなというふうに思います。また気になることがありましたら、ぜひインスタグラムの DM とかで、いただけたらお答えできる範囲でお答えしたいなというふうに思います。30仲間になっても、子供を産んでも、家庭に入っても、好きなことを発信していく、好きなことをやっていくっていう楽しみっていうのを共感したいっていうか、知
してほしいって私も思うので、ぜひ興味がある方は一緒に頑張っていきましょう。そんな感じで動画を終わりたいと思います。グダグダになってしまってすみません。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。